平野省が送った心温まるメッセージ IMP のタイでの挑戦を祝福ミッキッド・ポップ・バンコク2024大成功 IMP と平野章の友情の絆が深まる日本の人気グループ n o ーアンダーラインアイのリーダーである平野章は IMP のメンバーたちに向けた心温まるメッセージを送ったそのメッセージは IMP がタイで行われた音楽イベント ミッキッキポップバンコク2024に出演し、2度目の海外パフォーマンスを成功させたことを祝福するものであった。このメッセージが IMP のメンバーたちに届くと、彼らは深い感動を覚え、平野翔との友情の絆がさらに強まった。平野翔のメッセージは、IMP が一つのチームとして成長し続けることの重要性を強調していた。彼は、 皆さんがタイでのパフォーマンスを成功させたことを心から誇りに思います。この経験が皆さんにとって新たなステップとなり、さらに大きな夢へとながることを願っています、と述べた。さらに、この素晴らしい成果を達成するために皆さんがどれだけ努力したかを知っています。その努力が実を結び、タイの観客に感動を与えたことを非常に嬉しく思います、と続けた。IMP のメンバーたちは、 このメッセージに対して深い感謝の意を表明した。佐藤あたらは、平野さんからのメッセージを受け取って、本当に励まされました。彼の言葉が私たちのモチベーションをさらに高めてくれました、と語った。元井俊介も、平野さんのサポートは、私たちが次の目標に向かって頑張る力を与えてくれました。これからも彼の期待に依頼られるよう努力していきます、と決意を新たにした。 今回のミッキッド・ポップ・バンコク2024でのパフォーマンスは IMP にとって特別な意味を持っていた。タイでの初めてのフェス出演という挑戦を見事に乗り越えた彼らは、ファーストアルバムデパーチャーのリード曲人間ジャックを含む4曲を披露し、現地のファンを熱狂させた。特に佐藤アタラは、初めてのタイでのフェスは本当に熱くて楽しかったです。タイ語も難しかったですが、 現地の皆さんが優しく見守ってくれてとても安心しました。またタイでパフォーマンスするのが楽しみです、と喜びを表現した。元井俊介は、デビュー1周年を前に、音楽シーンで熱いタイのフェスに出演できることが本当に嬉しいです。タイの皆さんにまた会えるように、頑張ります、と意気込みを語った。鈴木大我も、タイでの初のフェスでしたが、 僕たちのことを知らないお客さんも大きな声を出して盛り上がってくださりとても嬉しかったです。ニンニンジャックもとても盛り上がっていたのでよりパワーが出た気がしました。またタイでパフォーマンスできるように頑張りたいと思いますとし影山拓也は新しい場所でパフォーマンスをさせていただけることに感謝の気持ちでいっぱいです。タイの温かさに触れられらててとても幸せでした これからも IMP の応援よろしくお願いいたします、と伝えた。松井湊は、中国生徒に続きたいでもパフォーマンスをすることができ、本当に嬉しいです。日本でも海外でも愛されるアーティストになれるよう精一杯パフォーマンスしてきました。日本から来てくださった皆様、タイの皆様、ありがとうございましたと感謝の意を述べ、横原祐希は、今回、IMP として、 ミッキッド・ポップ・バンコク2024に出演することができてとても光栄でした。タイの人をはじめ世界中の人に IMP の熱いパフォーマンスや熱い思いが届いてほしいと願っています、と思いを語った。椿大ガも、今回、タイのバンコクで開催されるミッキッド・ポップ・バンコク2024に出演するために、7人で初めてタイに来ました。海外でのフェスでも、 僕たちの楽曲を知らない方々も一緒に盛り上がって声を出してくれて本当に嬉しかったです。間もなく、デビュー一周年を迎える僕たち IMP ですが、二年目も止まることなく全速力で、日本だけではなく、たくさんの国と地域の方々に知っていただき応援してもらえるよう、突っ走っていくのでこれからも応援よろしくお願いいたします、と宣言した。IMP のメンバーたちは、 平野省からのメッセージに深く感動し、その友情の絆がさらに強固なものとなった。彼らは、ナンバーアンダーラインアイとの絆を大切にしながら、これからも新たな挑戦を続けていくことを誓った。この友情の物語は、多くのファンにとっても感動的なエピソードとして心に刻まれることだろう。IMP は、平野翔からのメッセージを胸に、これからも全力でパフォーマンスを続け、 さらなる高みを目指していくことでしょう。平野章のメッセージが IMP のメンバーに与えた影響は計り知れない。それは単なる祝福の言葉にとどまらず、彼らの未来への道しるべとなった。平野は、これからも常に新しいことに挑戦し続け、ファンに感動を届けてください。皆さんの成長を見守ることができるのを楽しみにしています、とメッセージを締めくくった。IMP のメンバーたちは、 この言葉を胸に刻み、さらなる成長と飛躍を誓った。彼らの未来は明るく、平野翔との絆がその道を照らす光となっている。IMP は、彼らの音楽とパフォーマンスを通じて、世界中のファンに感動を与え続けることでしょう。彼らの友情と努力の物語は、多くの人々に勇気と希望を与える素晴らしい霊となるに違いありません。IMP の未来に対するビジョンは明確で、 その歩みを止めることはありません。彼らは日本国内だけでなく、海外でもますます存在感を高め、広範囲のファン層に支持されています。タイでの成功は、彼らが国際的な舞台でどれだけの力を持っているかを示す重要なステップとなりました。この成功は、彼ら自身にとっても大きな自信となり、次なるチャレンジへの意欲をさらにかきたてるものとなったのです。IMP のメンバーは、 平野翔との絆を大切にしながら、自分たちの音楽とパフォーマンスを磨き続けています。彼らの努力は、ファンだけでなく、業界の関係者からも高く評価されています。平野翔からのメッセージは、彼らが歩むべき道を照らす光となり、今後の活動において大きな励みとなっています。佐藤アタラは、平野さんの言葉を胸に、私たちはさらに高みを目指していきます。 彼の期待に応えるためにも、一層の努力を重ね、ファンの皆さんに最高のパフォーマンスを届けたいです、と決意を新たにしました。元井俊介も、私たちはまだまだ成長の途中です。平野さんのメッセージが私たちに与えた勇気を糧に、これからも挑戦を続けます、と力強く語りました。彼らの友情の物語は、多くの人々にとっても大きなインスピレーションとなっています。 ナンバーアンダーラインイと IMP の関係は単なる先輩後輩の枠を超えた深い絆で結ばれていますその絆が彼らのパフォーマンスや音楽においても強く感じられるのです平野翔のメッセージが彼らに与えた影響は今後の活動においても大きな力となることでしょう IMP のメンバーたちはこれからも新たな挑戦を続け多くのファンに感動を与えていくことを誓っています 彼らの努力と情熱は必ずや素晴らしい結果をもたらすことでしょう。そして、その過程で培われた友情と絆は彼らの音楽活動において欠かせないものとなっています。IMP の未来は明るく、その歩みを止めることはありません。これからも彼らは音楽の力を信じ、ファンとの絆を大切にしながら新たな挑戦を続けていくことでしょう。 平野翔との友情の物語は、多くのファンにとっても感動的なエピソードとして心に刻まれ続けることでしょう。IMP は、その熱い思いとともに、これからもさらなる飛躍を目指し、音楽の世界で輝き続けることでしょう。このように、IMP の未来は限りない可能性に満ちています。彼らの音楽とパフォーマンスは、国境を越えて多くの人々に感動を与え続けるでしょう。 平野翔との友情が、その道を照らす光となり、彼らの成長と成功を後押ししています。IMP のメンバーたちは、これからも新たな挑戦に立ち向かい、自分たちの夢を実現するために全力を尽くしていくことでしょう。その努力と情熱が、必ずや多くの人々に感動を与え、彼らの音楽が永遠に輝き続けることを約束しています。